めさせていただきます富田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは本パーティーを主催いたします。橋本徹後援会を代表いたしまして、後援会会長奥下元子より皆様にご挨拶申し上げます。奥下会長、橋本市長、ご登壇ください。下にはうちの母親と父親、まあこの
一家もろとも社会的に抹殺されるかどうか、まあそんな状況に至りましたけれども、皆さんね、選挙ってこれがね、本当の姿なんですよ。台湾の総統選挙見てくださいよ。 51% の票であったとしても、それでも勝ちは勝ち、そちらの方向に行く、これが選挙なんです。もちろんね、皆さん少数の皆さんに耳を傾ける、これは当たり前です。それは民主主義の世の中なんですから、話し合いをしていろいろ物事を決める際、多数を取ってるからといって何でも自分が正しいなんて、それは言っちゃいけませんよ。でもね、皆さん、日本の世の中が何が間違ってるかといって、大体このインテリぶったね、自称インテリっていうあの人たちはね、何かあれば少数の意見を尊重しろ、そりゃそうなんです。でまたそういうことを言った方がかっこいい。あの自称インテリたちはね、ファッションでやってるんです、あのインテリっていうのよくわかりました。僕はいろんなインテリ層と話をして、確かに少数の意見には耳を傾けます。しっかりといろんな意見をしっかり汲み取って物事を決めていきますけれどもね、しかし皆さん、民主主義といえば多数の意見を尊重する、それが原理原則であることを我が日本の民主主義は忘れています。これは全て僕が育ってきた時代も含め日本の教育が悪いんですよ。民主主義とはどういうことなのか、選挙とは一体何なのか、もしかするとこの有権者が自分の命を落とすかもわからない。この日本の国が、この大阪の地が、もしかすると大変な状況になるかもわからないような、その決定権を一人の為政者に渡す、複数人の議員に決定権を渡す、これが民主主義であり選挙なんです。だから重いんですよ、本当はこの一票っていうものが。ところが僕も偉そうなこと言ってますが、20代振り返ってみると、妻と同棲していろんなところに遊びに行き、選挙の日なんて全く意識もしていませんでした。何かハガキが来てもその辺のハガキと一緒にくしゃくしゃってなってどっかにポイッとしてた。いやーね、皆さん、やっぱり考えなきゃ。かつてのように高度成長時代、何もやらなくてもまあまあ方向性が見え、何もやらなくてもそこそこの生活ができた時代は終了です。今皆さん、この日本の国の形そのものを一回リセット、今まで歩んできたこの道筋をもう一度見つめ直して、これからの時代どちらの方向に行くのか舵を切らないといけない、その地点に立ったんです。明治時代に作られた我が日本国のこの形、そして140年間ずっと続いてきた世の中の仕組み、いろんなものが積み重なってきましたが、まあ今の日本のこの制度、社会制度、何から何まで錆だらけ、赤だらけ、むちゃくちゃですよ。税制だって皆さん、こんなところで継ぎはぎだらけの 5% の消費税アップしたって何にも持たないですよ、この我が日本の国。僕は税金上げるなとは言いません。やっぱりこの日本に住む以上はそれなりの負担をしなきゃいけない。知事時代に、まあ、僕は海外にはそれまで1回しか行ったことなかったですね、グアム島に。知事になってから税金でいろいろ行かさせてもらいましたが、まあこのラグジュアリーな、英語を守らないですが、ラグジュアリーな国はないですよ。こんな快適な国はない。リーガロイヤルホテルみたいな我が日本国、リーガロイヤルホテルの皆さん、本当にいつもありがとうございます。